皆さんこんにちは、ペソでございます。ドラクエ3久々ですね、やっていきたいと思います。とりあえずそうですね、向かいましょうか。はい、前室の後ろね。もうちょいね、レベル上げが欲しいですよね。よいしょ。フランさんをね、50にしてからもう一回神竜さんと戦いたいなっていう思いがあるんですよね。ということで、甘いか。よしよしよし。ああ危ない。飛んでった。ドロップはなかったね。バイキルとか嫌ですよね、ダットロールは。いらんことせんでいいのにね。まあ、なるべくね、ベストな形で、ちょっと神竜さんの前に行きたいかな。あ、危ない。この状態で倒しちゃおうか。
なんだ、あー祈りの指輪か、ラッキーラッキー。そうですね、クーナさんあたりにも足しておきましょうか。あ、こっちじゃなかった。つけといた方が、違う、大丈夫ね。わあ、来た、天の門番。危なかった。あー、フランさんじゃなくてよかった。フランさん集中攻撃だね。
うわー、フランフラン、死んじゃった。あーやっと一体倒した。あーブレスか。ちょっとダブルで回復よいしょ。3桁まではいかないけど、はいはいはい、プナさんやばい。おあ、まだ仕留めんか、クソ。よっしゃー、いい感じね。よし、いけそうやね。うわー、うっそー。攻撃がね、すごい重たいですよね。あ、倒れないか。おしおし、ラッキーラッキー。おっしゃー、いい感じで体力が有り余ってる時にね。ではね、ちょっと早いですけど、ここで、終わりたいと思います。で、次回ね、例の35ターン以内のちょっと討伐を目指してね、やってみたいと思います。で、その後はしばらくちょっとすごろく三昧になるかもしれませんけどね、その辺ちょっとお楽しみにしておいていただければと思います。まあ、どうだろうね。あれからだいぶレベル上げたんでね、可能だとは思うんですけどね、まあ運次第ですよね。まあやってみなきゃわかんないけどね、うん、それではここでごめんなさい、終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。